緊張しておりますけど、まあ、ご挨拶代わりに共に歩んだ戦友森昌司さん懐かしいんでね、ありがとうね、かわいい人で翔ちゃん亡くなったのはね平成21年の10月ですよ。今年で7年になってたんですけどね、残された歌は上野君と一緒に歌いつないでいこうね。ああ本当ですね、今日は、まあ、あんまり時間がないんで、さらっといきますけども、はい、それじゃあ懐かしい歌から小樽の レキッドギターの後継者です、宮内宏、よろしく。
ほっそりしてしまいましたけれども、まあなんとか頑張って
もう少し三条さん、はい、まあ、こっちこっち、うん、またあの点滴代が増えてよかったですね。あとでゆっくり点滴してください。最近ね、口から入らないってね、点滴で入れてる。まあ冗談ですけど、喉かよっていうのはやはり心がこう治んでいいですね。特に銀座で歌う歌なんていうのは棚橋さんがいればね、ぴったりですよね。銀座の谷色スインディオスがいろんな歌がございましたが、まあ次は何だっけ。そのラテン歌謡を初めて世に出された作曲家、鶴岡雅です。僕はあのこの広い東京で鶴岡さんに出会えて今日があるわけです。今日はちょっと鶴岡さん来るの遅れましたんで、宮内宏がやってもらいました。鶴岡さんのいい後継者でございまして、歴史とバリバリでございます。さあ、その鶴岡さんが一番影響を受けたのは昭和30年代の中頃でしたが、トリオドスパンチョスとラテントリオを日本にやってきて、ラテンブームが起きましたね。愛情医さん、坂本スムーさん、松郎さんも自分でラテントリオを結成されて歌ったんですが、その原点となったパンチョスのラテン歌謡、世界遺産霊峰富士を見て東洋の恋人と歌いました。その名は富士。
el sepolo de amor. Sechana, Fujiyama, la montaña que todo el pueblo ama. Sechana, Fujiyama, el sepolo de amor. Es la montaña, Sechana, Fujiyama, el sepolo de amor.